ないから。はい、どうも中村です。今回は千葉県にある牛光さんとこの自宅ゲーセン牛光ハウスに行ってまいりました。タイトル桃鉄でやってるんで、一発で千葉に、結構難しいように一発で千葉ってね。だけで牛光ハウスに到着です。ね、こう牛光ハウス1000万円の金、ね、収益 100%。いいゲーセンです。というわけで、はい、テーブル筐体ですね。テーブル筐体3台が、あります。で、まあ、パスロット台が2台かで、アーケードワンナップミッドウェイバージョンですね。これ4つゲームが入ってます。で、まあ、ジャウスト、これ初めてやりましたけど、マリオブラザーズですよね。で、まあ、メダル機とネットシティにクイズ問い戦士、そしてなぜかこのオペレーションウルフ用の台にビジランテが、そしてこれがあれですね、ネオジオの UVS 筐体のいいでっかい方のやつですね。4スロの A やつですね。これメモリーカードとか、そしてブラストとネットシティ縦画面かな、うん、でマーストロの縦画面、そして、まあ、全体的にこんな絵面でね、こうテーブル筐体ヤリーノ、個別アングルですね。やっぱ入場筐体いいっすな。やっぱこれエアロと合いますね、このでっかい筐体だと。で、まあ薄暗い照明なんでね、モニターが入るわけで、でこれがオペレーションのやつですね。これそうです、ここにエアロのここって実はそういうセットするような穴あるんですよ。僕初めて知りました。でもまあビジランテですよ。これなんかセガサターンのガンをガンコン改造して、でこれ 3D プリンターで作ったあれですね、パドルのやつですね。そしてこれが2階の牛光ハウス倉庫ですね。これめっちゃ筐体じゃない、基盤あるんですよ。でこれね、結構昔から買い集めてるんで、これ値段がそうお買い得だった時とかの値札もめっちゃ貼ってあるんで、こうね、ああこの基板これぐらいの値段だったのかみたいな、まあ、ちゃんとね、こう SSV、STV とか F3 とかね、ちゃんと分けられてますね。すごいですね。でこれモデル2ですね。なんか見えましたけど、まあそんな感じでこうですね、何かすごいのがあったんだよな、なんだっけ、キャプテンコマンドが5000円とかなんかそういうのありました。で、これが88、パソコン、だ2階の別室で、寝室ですね、これね、パソコンコーナーがですね、286BG ですね。というわけで、またこうね、みんな2階で、パソコンコーナーで遊んでるうちに、こういう、ぐこちんですよ、これ。貸し切りですね。交換音、環境音でもちょっと聞いといてください。そしてネットシティでけえっすね、やっぱね、ブラストよりでかいし、つけることになりまして、なんか幻のレースゲーム基盤を取り付けようと、ちょっと ARC 取り付けるようにね、こう改造されて、こうハンドルとかね、まあちょっといろいろ配線がこうぶち切れて直そうみたいな感じで、で直しましたね、これ。でこれはその幻の基盤、なんだっけ、ファイナルラフとかと互換性あるんだけど、レースゲームってこういうの互換性あるみたいですね。まあ、詳しいことはちょっとわかんない。こうハンドルのコネクタをつけの、アクセル部分をつけのと、そして電源を入れる。起動したのは
今オプションでこのハンドルとかの動作テストもめっちゃトイ選手が入ってる。あアイドルセンターのアナログの入力でこれですカプコンロゴ、カプコン製なんですけど基板自体はセガと、セガとカプコンが共同開発しているレースゲームです。でこれ日本では出てないらしくて、2D、まあ、あの最初 あのサターンだったラットモービルみたいな、この2D だけど 3D を表現するみたいなね。なんかブラジルだっけ、なんか南米で出回ったのを輸入したみたいな、そんな感じで海外から取り寄せたみたいな。日本にないからな。ちょっと独特の操作系なんで、効果音とかすごい良かったです。バチバチとエンジン音がみんな、まあ、おっかなびっくり、初めてのゲームなんで、やっぱグリングリン動きますよね。強いできねえ。人が操作しているアンギリから、みんなこう探り探り、意外とね難しくて、もう普通に時間足りないですよ。多分何らかのこうやり方があると思うんですよね。なんかスピードドリフトで減速せずに曲がるとか、なんか普通にやっても全然ゴールまでたどり着けずに時間切れで終わるんで、それか海外で販売されたからいろいろもうシビアに設定がなってるかですよね。プレイさせていただきました。貴重な体験をねできる秘密ハウス、皆さん行ってみてはいかがでしょうか。まあ、秘密さん忙しいんで、ね、年に本当正月レベルでしか遊びきないんですけど楽しいですよ。こんな感じでね、皆さんのこうゲームハウスお邪魔できたら思います。というわけで千葉県にある牛密ハウスからお届けしました。またお会いしましょう。あそこの奥の
最低大生産のやつが最初、はい、で2番目がドラゴンセイバー、はい、で3番目がブラストブラストブラストで、はい、テーブル業界あテーブルが後なんですか。そうこれ来てでそのお金もらっ、はい、でそれからニューネットユーネットからのエアロエアロでカフテーブル。あこれが一番最後。これが最後あじゃないこれが最後じゃない。カフテーブルが来てのこいつ。ああこれは実は一番まあ新しいあのまあ最終的にはこれが一番最後。自分オークションで買って最後。よく見たこの鉄拳って書いてます、ね、そう鉄拳ファイブのなんか使った人みたいな。だから中の配線があのナムコのあキック配線のはいナムコのあのシステムだっけ、はいはい、246だったのあれになっちゃってるコネクターが電源のコネクターがナオミと一緒じゃなくってナムコのやつの4分かなんかのやつ変えちゃってきた。でもあだからあれ246専用機みたいな。そうだからパサラみたいな邪魔には戻せないんですか。再生変えあの転換してこれ鉄拳用として組み込まれてきてかわいそうな子なんナムコの筐体じゃないのに鉄拳ファイブを映せばよかったよね確かに。そしてこれがネオジオミニ化がされたそう何ページだけどこのネオジオミニがあとはブラストの映像とハーフテーブルで復活ですね。完全復活まで画面暗いからね残念なブラストの中で残念だというわけで全部ついてるバージョンです。